今回は引き直しガチャおすすめ最強キャラをご紹介していくぜ。おお、今回は引き直しガチャのラインナップが増えたので助かります。ああ、公開しない攻略方法も紹介するのでぜひ参考にしていってくれ。それではまずはじめに引き直しガチャの攻略方法を紹介していくぜ。まず確認として引き直しガチャの仕様なんだが、期間中、毎日1回無料で引き直しができるのがこのお祈りガチャ。このお祈りでは、引いたキャラクター1人を一旦キープしておくことができ、開催期間中に確定させることで、そのキャラクターを仲間にできるお祈りとなっているぜ。今回対象となっているキャラは、フェス限定を含めた2023年4月21日までに登場したキャラクターとなっていますよ。そしてこのガチャで白黒ついてしまうのが、2番目3番目くらい第2欲しいキャラが出た場合どうするかということ。今回は1ヶ月と7日間の期間があるので合計36回の引き直しができるんだ。そしてこのガチャの攻略で最も重要なのは運ではなく見切りだぜ。例えば20日目に3番目に欲しいキャラが出た場合、そこで確定するか、20日から37日で2番以上に欲しいキャラが出ることを願って3番目のキャラを捨てる必要があるんだよ。最後まで粘って、例えば最終日にルナチャイルドが出たらルナチャで確定しなくてはならないので、うわぁ、あの時あのキャラを捨てなければよかった、クリみたいな口しやがってみたいな事態が起こり得ますよね。そういう意味では見逃しは危険度も高いので、優先順位1位4位くらいまでは決めておき、妥協ラインもしっかり決めておいた方がいいんだ。なので今回は妥協枠、当たり、大当たりという順番で紹介するぜ。終盤用の妥協枠の情報はないので助かりますよ。それでは初めに、あっやべえ、あと10日切ったーという時にこれが出たら切り上げておこうという妥協キャラを紹介するぜ。これを知ればみんなの引き直しガチャの結果は。まずはじめに紹介するのはヘカーティアだな。今なお工場最強キャラとして君臨する女神ですね。まず能力はフェスキャラにしては負荷要素が多く、結界以上で霊力回復と火力アップすることが可能。さらにブーストで命中率もアップが可能なので安定性があるね。ちなみに毒を撒いてくれるキャラとしてはレリックコンパクヨウムや白小石とも相性がいい。スキルでは自身に結界以上毒切りを3枚付与で、4つの火力面を3段階伸ばせて、クリティカル攻撃に関しては実質脅威の6段階伸ばすことができる。そこそこ古いけど今時なことができるのか。さらに霊力回復にも優れスキル3とスペルカードには火力を伸ばせるサポーターとしての優秀さが目立つ側面があるんだぜ。そして単体強火力のラストワードと強火力の全体スペルの二刀流で、敵が単体のステージも複数のステージも周回できるという、どこでも放り込める周回運命枠として有能ですよ。もう M で交換できるけど、運命治療と思って割り切って選択するといいぜ。それでは次に紹介するキャラは玉造りミス丸だぜ。ちょっと待ちなさい、最近型落ちしたキャラですね。そう、玉造りミス丸は運用がシンプルで初心者さんも扱いやすく非常に強いスキルを持っている御三家らしい性能だ。いや、みじ丸のこと言ってません。まず能力は結界上を付与することで火力面を上げて、暗闇で防御面を上げれるという最近のキャラらしい優秀な能力。しかも有利属性に与えるダメージを 25% アップと、がっつり火力を出すこともできるぜ。ミス丸はスキルがとても優秀で、スキル2で自身燃焼付与で火力面2段階アップし、スキル1では自身に結界以上暗闇を2枚付与 3T、 味方全体の要望を2段階アップ 3T、 このようにスキルで自身に暗闇付与によって要望、陰謀、クリティカル防御、クリティカル回避が2段階アップでき、味方全体の要望を上げることができる。これでスペルカードの硬質弾の威力が大幅に上昇するので、防御と攻撃力が同時に上がっているわけだから優秀ですね。またそのまま見てもらうとわかるが、優遇されている土属性のスペルカード持ちなのもグッドポイント。非常にシンプルで扱いやすいし、自己完結のブレイクコンボもできて、サポートもできるといったように運枠としても非常に優秀だぜ。それでは次に紹介するキャラはハニアス神経器だぜ。彼女は他のフェス弦に比べても全ての性能が一回り高い性能になってるんだぜ。まず景気の能力については、グレイズで味方の要攻撃力を上げることが可能。そして有利属性にダメージアップがあり、彼女は土属性がぎっしり詰められていて、土属性相手なら非常に強く出れるんだ。土属性は弱点に優遇されているので能力と相性いいね。そしてスキルについては、味方全体の防御力を上げることができて、味方全体の援攻を2段階アップも可能。レリックかなこ様みたいな硬質弾も既得ませたいキャラですね。その方シスターの方です。火力を上げれるだけではなく、相手全体のクリティカル防御を3段階ダウン HP という向上にしてはデカすぎるデバフを持ってるんだ。ただ1ターンと短めに設定されてはいるが、ここぞで殴りたい時はデバフとバフの掛け合いが非常に高いダメージを与えられそうだ。また結界増加に加えて霊力回復が 1.5 と他の工場キャラに比べて多く回復できるんだぜ。おお、0.5 はでかいですよ。
さらに彼女は毒属性を扱うことができ、相手の要防御力を下げることも可能。工場キャラで陰陽と相性のいい結界以上を使えるのは珍しい。このように工場とは思えない高品質なデバフやサポート性能、攻撃力、ブレイク力を保有していて、古い超フェスと比べても勝てるぐらい有能な性能をしているんだ。妥協キャラはこんな感じで、とりあえず10日切ったのなら超フェスかフェスゲンが出れば問答無用でそれにしておこう。性能はそこそこでも超フェス、A シリーズのフェスゲンは復刻が少ないしレアですからね。さっき紹介したキャラはすでに工場落ちだけど、超フェスバリに働けるので妥協点だと感じたら彼女たちに決めちゃうといいぜ。もっと性能について知りたい方はこちらを見るといいですよ。さて、ここからは当たりキャラクターだ。だいたい15日過ぎぐらいなら決定しちゃおうというキャラクターだぜ。おお、ここからはガチガチな有能キャラということね。まずはじめに紹介する当たりキャラクターは、A シリーズレミリア・スカーレットだぜ。このレミリアは速攻式らしいシンプルな超絶火力型。その火力は今時の超フェスとも引きを取らないほどの火力を出せることが可能。マジで、めちゃくちゃ気になるから教えてちょ。まず能力は、速力と命中を伸ばす火力タイプの構成だ。結果以上燃焼暗闇を操るならインコー最強のミマ&メリーと相性抜群だし、フレーズで味方の速力アップは優秀ですよ。スキルではこちらも高品質な速力アップサポートに加えて、味方全体のインコー3段階アップ3チー持ち。フェスで味方全体のインコー3段階アップは優遇されてる感あるわ。さらに霊力回復はもちろん、なんと味方全体の結界増加持ちでしかもうまくいけば2枚も回復。これでフレイズと組み合わせれば、さらに火力を伸ばせれるから偉すぎだ。さらに相手全体に結界以上燃焼を2枚付与も持っていて、自身の陰陽とあった結界以上を負けることが可能。燃焼は陰防御力を下げる効果があるから相性がいいってことね。また全スペルカードに相手の防御力を低下するデバフを持っていて、スペルカードにでは燃焼付与もあるためさらに相手の防御力を低下するというデバッファーとしても有能。持続が 1T かつ霊力呼吸の手段が乏しいので使いどころに注意が必要なんだけど、 2T で再使用できる相手全体への燃焼結界2枚付与のスキルを持ち、さらに3ブーストしたスペル2で相手全体に燃焼2枚付与&自己ブレイクもやろうと思えばでき、霊力さえ補給できれば 2T で6枚、3T で8枚ブレイクができるし、そうでなくとも燃焼付与デバフ要因兼ブレイク要因としてのコンボ性能はフェスゲンでは非常に優秀。火力、サポートに加えてブレイク力も抜群って強強やん。ああ、特に運命枠として非常に有能なので入れたぜ。フェスゲンの限界突破素材は一型白なので簡単に作れますからね。なんといってもこのレミリアのすごいところは、歴代の中で一番でっか。さてさて続いては超フェスからテイトの思想操作官、セイランだぜ。隠れぶっ壊れキャラクターですね。ああ、ちょうどインフレに乗っかった性能を持つキャラだぜ。まず能力はリプレイオートで壊されがちな凍結と帯電にかからない。これは運枠として大きなメリットですね。また有利属性に与えるダメージ 30% アップを持ち、グレイズで味方全体の速力1段階アップと火力面のバフもあるんだ。さらにスキルでは、味方全体の速力2段階アップや自身の陽光3段階アップを持っていたりで火力を大幅に上昇しつつ、相手全体のクリティカル防御3段階ダウンという相手のデバフも行えて超火力を出せるのよ。また相手全体の命中3段階ダウン 4T というどえらく長い妨害も可能。防御方面にも役立てるとはさすがは団子屋しているだけあり器用ですね。さらにラスワでは相手全体の要望2段階ダウン 2T、ガチガチなクリティカル防御デバフに加えて星5天空の姫神が最適性なのでクリティカル倍率は限界ギリギリの 4.7 倍。しかも最重要な1バレット目の特攻は妖怪怪獣機械ガツウサギ特攻で、広範囲特攻代表格の一つ妖怪特攻を含んでいるのよ。これから発するダメージ量は超フェスでトップクラス。全体スペカにも妖怪特攻があり、超高倍率クリティカルとのコンボで複数の敵に強くて、意味不明なぐらい有能ですわ。というかダメージ量。そう、妖怪特攻で高火力を出すという特徴はラスワだけではなく通常スペルにも言え、サンウェーブの絵札周回にも持っていけるし運枠として有能すぎるキャラなんだ。さらにさらにブレイクの方も 2T で6枚8枚の結界以上ブレイクが可能という、レリックエクスクラスのブレイク力も持っていたりと、超フェス最強キャラの一人だぜ。もうこのセイランあたりからは超フェスのインフレが始まった頃だからやはり性能が最近な感じありますわ。全体的な要素で言えば激戦の現環境超フェスゲンの中で勝ち抜いた実力者と見て間違いないぜ。次に紹介するあたりキャラクターは、ウサの反乱参謀、稲葉亭ちゃん三氏だ。手が手になっちゃってるよ。このキャラクターの筆頭すべきポイントは、なんとなんとフェスながら2つの味方全員禁止解除を持っているんだ。ええー、2つの禁止解除持ちは激レアですね。しかも超フェスという部類でだからすごい。さらにスキル&スペルで相手全体に毒切り2枚、単体ならば毒切り6枚を付与可能。ほう、毒は陽気を下げる効果があり、陽光デバフ要因としても働けるのね。しかも特に VS 単体にはフルブーストしたスペル2で6枚割れてしまうので、VS 単体においては十分な決定力も発揮できるんだ。水着ゆかりも禁止解除2つ持ちだけど、ブレイク性能は皆無なのでその点においてはこの体の方が上じゃん。その他速力アップ、防御力、攻撃力、
力という火力アップに貢献もできて、回復とデバフも豊富に持ち、キャラクターの性格がよく出た、外役キャラとなっているよ。火力面のサポートができるし、高難易度にはもってこいですね。ああ、霊力配布なしとか火力が平均ぐらいという弱点はあるものの、禁止解除に積もちだけでも重宝するのでこの子は超おすすめだぜ。さてさてラストに紹介するのは超フェスユーカリンだぜ。この子は王道に強い性能をしているよ。彼女は防御力を上げつつ、火力も上げて殴れるという高質弾タイプだ。ラスワには超フェスなら比較的高い 100% 高質弾を持っていて、能力やスキルで防御力を上げて火力を上げれるぜ。確かにガードが硬そうな女子だわ。さらに妖怪という広範囲にの特攻を持ち、超フェス現最強クラスの火力を叩き出せれるよ。さらに防御デバフも豊富にあり、ラストワードは下位グループのエキックレリック限定キャラを凌駕する火力が出るぜ。そしてブレイク性能は 2T で相手全体6、7枚ブレイクという悪くない性能。火力デバフ、ブレイクも高くて王道に強い感じですね。といったように、今現在でも現役としてバリバリ働ける子たちなので引けたら決定しちゃってもいいぜ。それではラストに、引けたら問答無用で決定していい大当たりキャラを紹介するぜ。まずはじめに紹介するのは小野塚小町だぜ。式は速攻式であり火力はもちろんブレイク性能も高く、デバフもサポートなんでもこなせる優等生タイプ。まず超フェス小町の能力は毒と暗闇がかからないので他のキャラクターと組みやすく、最近増えつつある暗闇でバフをかけれるんだ。またブーストとグレイズで味方全体の火力を底上げできるって優秀すぎますよ。先ほども言ったように今需要が高すぎる速力アップができるキャラなのもグッド。スキルを見ると、味方全体の速力を3段階アップや、自身に暗闇付与で火力も上げれて、自身の霊力を 1.75 上昇と高い霊力回復も持っているんだ。また味方全体の霊力を 0.25 上昇を持っていて霊力配布が可能なのでそれと合わせれば3まで到達しますね。超フェスで初期ターンで3たどり着けるのは多くはなくその点も差別化点となっているぜ。サポート性能も高くバフは 1T で全員の陽光6段階、2T で10段階アップまで到達するんだ。さらに 1T で6枚、2T で8枚という圧倒的なブレイク性能も持ち、エキックレリックまで含めた全キャラ中でもトップクラスのブレイク性能となっているぜ。デメリットも特にない高難易度に連れて行きたいぐらいのキャラですよ。このように小町はまさしくぶっ壊れ破格キャラだな。そして上司の式様は一家に1台は欲しい速攻爆発的でバッファー。彼女は最速超デバフ性能についてはエキックなどを含めてもゲーム中でもナンバー1と言えるぜ。キュイ、一体どんな外悪コンボを持っているのか気になる。超フェス式様の能力は有利属性に与えるダメージを 25% アップ。不利属性に与えるダメージを 25% アップ。結果以上毒切り暗闇にかからない。ブースト使用時、自身の命中を1段階アップ1T。超フェス式様の能力はジェニック連呼と組みやすい毒切りと暗闇結界を扱うキャラで、ダメージ増加持ちとなっているぜ。そしてスキルは相手全体に結界以上毒切り3枚付与や相手全体のクリティカル防御、相手全体の要防3段階ダウン 4D、相手全体の陰防3段階ダウンという高品質なデバフを多数揃えているんだよ。彼女も陽気寄りのスペルカードを持ちながらも毒を扱うキャラなため、毒切りをデバフとしても扱えれるし、ガチガチなデバッファーですなぁ。さらに、スキルとスペルカードで味方全体の攻撃力を上げることもできて、命中率も高いからデバフとバフが森に盛られまくった一撃をしっかり命中させることができるのよ。フレイみたいなブレイクがないコンテンツにおいても有能な性能だよ。さらにブレイク性能も 2T で7枚の暗闇&毒切り結界ブレイクが行えて、最近のレリックやエピックとも引きを取らないブレイク性能を持っているぜ。しかもここで終わりではない。結界ブレイクは毒を扱っているんだがこれが有能。毒は要防御力を下げる効果があるからスキルのデバフと上乗せができるのよね。式様は要攻撃が得意だから相性抜群で、驚異的なバフに加えて、結界デバフで究極的な火力を出せるようになっているんだぜ。しかも妨害式だから絵札にも恵まれているし、初心者さんにおすすめキャラだぜ。このように地下俳句館組は優秀なキャラなので狙っていこうぜ。あれ？そういえば地下俳句館組ってもう一人いませんでした？小高ちゃんは駅のマスコット要員だよ。夢ある未来に向かって出航。それではラストに紹介するのは超フェス無限有限怪獣ドレミースイートだぜ。ドレミーは妨害式らしい防御ステータスの究極的な弱体化が得意なデバッファーキャラ。彼女の能力については、ブースト使用時、味方全体の回避1段階アップ 1T、グレイズ使用時、味方全体の命中1段階アップ 1T、能力ではグレイズ使用時、味方全体の命中1段階アップが行えサポートもこなせられるんだ。妨害式らしくデバフは素晴らしく、絵札の力を借りれば 1T で相手全体の要防9段階ダウン&クリティカル防御4段階ダウンということで要防を極限まで引き下げることも可能。そのため2023年から増えた結界を持たない敵への突破力も抜群だ。さらに意外にも速力を得意とする部分があり、スペルカードとラスワには残裂弾が含まれているので、
速攻式とも相性は悪くない。妨害式と速攻式の2面を持っているって需要高すぎやん。さらにはブレイク力が非常に高く、他の誰の手も借りず完全に自己完結しながら2T で相手全体の結界を7枚8枚割れるという、エピックレリック顔負けの破壊力を持っているんだ。いやいや超フェスのレベルじゃない。特攻範囲は広いわけではないが、防御デバフがあまりにも高品質なため、ゴリ押し火力が高いので超フェスとして見れば十分な火力は出るぜ。顔芸もぶっちぎりなので当てたら問答無用で決定しよう。さて今回はここまで。やはりこの頃は超フェスが激戦区だったために、超フェス多めになってしまったが、やはり超フェスはコスパの割に上位層に入る強さの子もいるのでおすすめだぜ。少し前のキャラについても詳しくなれてめちゃくちゃ参考になりましたよ。かなこ様いなかったけど、かなこ様も強いんだけどね。視聴者さんが引き直しで狙っているキャラがいれば教えてくださいね。またさらにキャラ性能について詳しく知りたい方はこちらを見るといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。